寝たきりのおばあちゃんを結婚式に参加させたいんですよ、なんのこっちゃって最初は思ったんですけど、最初本当にやるのっていう感じだったんですけど、できないと思わなかったんです。実はもう2つ返事でできるって思ってたんですよ。でも高木さんはご自身の結婚式っていう人生で一番の晴れ舞台で、で自分のおばあちゃんを呼ぶっていう、そういった絶対失敗できない舞台で、そこにおばあちゃんをどうしても連れてってあげたいっていう、かなり個人的な理由で始まるプロジェクトって、あ、個人的に熱いなっていうか、まあいいなって思ったんですよね。このプロジェクト進めていく中でばあちゃんが楽しみにしてて、どんどん元気になっていくなんか本来そこを当日に楽しんでもらうっていう目的だったはずが、それ以上の効果がもうすでに出てるっていうのが嬉しいですよね。行きたいんですよ絶対。小さい頃から一緒に暮らしてたから本当は行きたいはずなんだけど、もう行きたいとも言えない状況で行けないから、うん、まあでもそういう自分のために何かやってくれってこと自体が多分嬉しいんだと思います。うん、本当は彼女からしたら、その嫁と、まあ、結婚式終わってその写真のアルバム見てるだけでも喜んでくれると思うんですけど、まあ、それ以上のことをしたいって思ってるのが伝わってるのかもしれないですね。インパクトが高いと思いました。なんかどうやっておばあちゃんとか、なんか行けない人が行けるようにそれを使います。それを最初からそういう研究が欲しかったので、どうやって人間はもっと使えるようにと思ったと思いました。感覚的にはどのぐらい近くにいるか、どのぐらい遠くにいるかっていう感覚を事前に分かる。人間だと、人間の目だと、まあ、分かるですね。でここからもだいたい1メーターぐらい後ろにそのキャメラはあるとか、その同じ感覚を出すためにはその立体のキャメラを2つ使ってるってことです。でそこで細かい調整をして、全くその人間は感じる映像に近い映像を作って伝えるっていうことはやってます。近くに来たら本当になんかその目の前に来た瞬間になんかこういう風に話しようと思ったのは、おばちゃんもちゃんと距離感を感じて実際にそこにいるっていうのを感じたっていう感じですね。そこがすごい面白かった。おばあちゃんがかぶった時は、あ、とっても綺麗に見えますと言ったのは、あ、本当にあそこにいると感じのなので、本当に私は嬉しかったです。僕と同じような状況の人っていうのを、まあ、想像して、なんかそういう人たちの力になればいいなと本気で思いますよね。